皆さんラジコン挟んだことありますでしょうか。世の中にはまあ陸を走る普通のこのうーんっていうラジコン、なんか水の上を走るようなラジコン、空を飛ぶラジコンとかいろんなやつがあるんですけども、そのどれでもないラジコンありました。こちら、ウォールクライマー。英語知ってる方ならわかると思うんですけども、ウォールクライマー、つまり壁を登る人です。人ではありません。そう、もう陸を走るのでもなく、水を走るのでもなく、空を飛ぶわけでもない。目指したのは壁でした。パッと見は普通のなんかラジコンっぽいんですけども、でこれ動画見たんですけど、マジで壁登ってたんですよ。そして本体よりもでかいコントローラーがついております。なんか僕理系だったんで、なんとなくあの物理的ななんだかあれとかわかるんですよ。なんとなくですけども、ほんとわかんないですよ、わかんないけどなんとなくわかるんですけども、壁を登るって相当のことなんですよ、物理的な話をすると。なんでこれがどうやって壁を登るか純粋に疑問に思ったんで、まずは開けて登らせてみると思います。では行きましょう。え、やば、優しい、ドライバー付き。え、マジ、いろんなおもちゃの会社、これした方がいいっすよ。結構今ついてるの感動しました。え、自分で買ったのに自分にギフトカード入れてたんですけど、なんでやねん。コントローラーカー。めちゃこちゃっちいけど大丈夫か、これは。なるほど、なるほど、わかりました。とりあえず電池入れていきたいと思います。わかんないわかんない。なんで自動自動なのね、あなたの意味は。よし、できました。これで動くまであるぞ。ちょっとさっきの風の音がないかはよくわかんなかったけど、なんでこんなすごい音するんだろう。てか今俺さ、全身押したのに後ろを動かすことになってたけど、はいはい、おうおい、はい、これこうか、俺が逆でした。はいよ。あっほほ、あ、すげえ操作しやすい。めっちゃ操作しやすい。さっきのなんか変な音はこれ、この音が出てるときは多分壁登りそうな気がするんですよね。早速やってみようと思います。ちょっと俺分かりやすく透明な壁、透明な壁使っちゃいますね。透明な壁の方が絶対分かりやすいと思うんで、じゃあやってみます。本当にできるか分かんないけどね。はい、お、え、すごい、優勝。今年のおもちゃ大賞決まりました、今の瞬間。おもちゃ大賞おめでとうございます。めっちゃ楽しかった。え、27歳独身の男性がやっても楽しいってことは、子供たちが遊ぶと絶対楽しいはず。すごい、これがすごいんだよ、もう。すごい、ははは。壁によって相性があるみたいです。これどうやって壁走ってるかっていうと、めっちゃ軽いんで、さっきのあの風の音でこれ吸引、バキュームになってて吸引してるんですよ。で壁にビタってくっつくわけなんですけども、ただ窓ガラスってツルツルじゃないですか。だからバキュームで吸い付きやすいんですけども、ちょっとザラザラの壁とかだったらちゃんと吸えないんで、ちょっと上に登りづらいなって気がしました。なんで多分鏡でやるのが一番いい気がします。というわけで今回大量の壁を登るラジコン準備したので、これで一気に遊んでいきたいと思うよ。多分ラジコンって一つのリモコンで全部動かすことができるはずなんですよ。なんでワンちゃんこれ一つで全部動かすことができます。早速開封していきます。というわけで集めに集めたぞー、壁を登るラジコンか。すごい数集めました。確かラジコンでチャンネルを合わせれば全部一気に動かせるはずなんですよ。とりあえず全部電源つけます。これで全部電源つけたんで、多分ワンちゃん全部動くんじゃない。動いた、戻れ、あー怖い、なんか。じゃあ全部回転させたら全部回転するか、これ。いきます。あー、今ので分かったでしょう。すべてのラジコンがこれ一つで動きます。はい、待って、おい、ダメダメダメ、
も一応全部つけました。あーおいおい、よかった。というわけでうるさいんですけども全部これで動かせるんで、早速一つのコントローラーで壁を走るラジコンを変えるように動かしていきたいと思います。いきます。いやこれなんかやっぱすごい、なかなかかなりの力使うと思うんですよ、壁に張り付くの。いやなんかずっとピタッてやってるとだんだん落ちてきますね。あー、なんでまだみんな来てんの。というわけでこれ1個で遊ぶのが一番いいと思います。壁を走るラジコめちゃくちゃ良かったです。突破できない壁があるんだったら周りを走ってみるのも手かもしれません。